2月いつまでだっけ、2日までだっけ、2月2日までカーテン開いてるよ。あら Thank you。 そう、2月2日までぐらいまで見れるんですよ、アーカイブ配信が。確か違ったっけ、多分そうだった。24時間か。あれ何が見れるんだっけ、違うわ。なんかね見れ、いつまでだよって言ってたんだよね、ファンの方が。よいしょ、髪色変わったように見える。多分これ服が黒いからだと思う。こんばんは。ぜひジョンマイラブ東京公演のねアーカイブ配信見れますので、ありますので、24時間だったら見れるそうなので、ぜひ見てください。当日含めて3日間。あ、そうなのね。だってよ、だから今日のやつは31-24時まで。かな。そうだから、それまで、まあそれまで、まあ2日ぐらいしかないけど。須田さん、紙スタンプありがとうございます。なんかでも語ろうかなって、それでもう一回見ていただけたら嬉しいなみたいな。そう、でもキクちゃんって言うてね、そんないっぱい出てるわけじゃないんだけど、最初の愛しい人に会いにのとことか、これがご褒美のアメリカン着物とか、その後もう縁談でございますなりますのでね。縁談パートはすごく菊ちゃん本当に難しかったですね。縁談のところは私はすごくね、いろいろ考えたかな。質問募集しまーす。じゃあ黒系の服着て歌う最後のミサキのアドリブ、フェイクですか。最後の挨拶がミサすぎて大きくてのギャップが過ぎてた。そうギャップ、なんか熊汁役のアスカって小宮アスカさんっていう方がねいらっしゃるんですけど、アスカからも全然違うみたいな、っていうの言われて、そうなんだって思った。配信チケット買えるのは今日まで、そう配信チケット買えるのは今日までだからね、急いで。手釣りとかでよかった。家族が喜んでる様子と菊が悲しんでるギャップよかった。ありがとうございます。家族が喜んでるって笑顔を作ろうとする切なさ。そう、菊ちゃんとデーツのお別れのシーンはないってしまう。確かに。今日なるいましたね。愛媛で前日コンサートのテレビ CM が流れてます。ぜひ来てください。本当に来てください。前日大集合。もう今回もボリュームたっぷりでございまして、
あのね、どっちも25日と26日でね、ガラリとセットリストって、やる曲とかもね、ガラリと変わったり、結構変わるのでね、私たち大変だよって話なんですけど、そう、変わるので、なんか2日間来てくださる方がさらに楽しめるかなっていう。あの曲がこれに変わってるのか。そういう小宮君もクマさんとの素の時のギャップある。わかるけど、割とでも熊次郎さんと、熊次郎さんと小宮さんは そうだね、熊次郎さんの時の でもそうですね、ギャップもあるけど似てるところもある。似てるというか、なんて言うんだろうね、アスカのクマって感じですね。兄ちゃんの舞台、これから何があっても見に行きたいと思った。えいか、あっちだよ。嬉しい、ありがとうございます。直哉さん見に来てたけど、3期までのクマと違いが大きく実は。確かにね、直哉さんのクマは聞くって感じだったじゃん、聞くって感じだったじゃん。けど、アスカのクマは、キクーって感じだから、全然違うなって思った、私も。だからそれに合わせて、こう、キクちゃんを改造していきましたね。4月、4、5と三郷鉄と全鉄2日間遠征します。愛媛行き過ぎ。やったー、ありがとう。私がリクエストしたマーズさんの、キー&クリームのパフェとか食べてね。次のジャマイラブの舞台はいつ出ますか？次のジャマイラブはですね、2月の2日ですね。2月2日です。来てください。小宮さんのは可愛い。小宮さんってなんか、小宮さんのクマはワンちゃんって感じじゃないですか。今で言う犬系男子ってやつですね。やつですね。とかって。犬系男子だと思った。いや、犬系男子、こうやって犬やんって。犬、子犬の可愛さのクマさんですよね。直哉さんは、どっちかというと、こう、なんて言うんだろう。真面目で、ちょっとおとなしそうだけど、こう、しっかり者みたいな感じのクマさんでしたね。そうなんですよ。マーズ行きたかったから、今度行きたい。行ってください、ぜひ。私がリクエストしたパフェが人気上昇中らしいですよ。クッキー&クリームのね、パフェなんですけど、って言ったんだけど、クッキー&クリームの上のジェラートがね、ショコラジェラートにも変更できるよ、どっちでもいいよみたいならしくて、いや天才かよって言いました。そのパーフェいつか食べる。食べて、ね、でマーズさんのパフェは結構ね、限定ものが多いので、早めに行ってね、なんて言うんだろう、例えばいちごとかメロンのパフェとかお芋のパフェとか、季節でね、超限定で、こう限定限定限定っていろんなパフェが出るので、全然マーズ行きたいけど混んでそう。確かにね、だからちょっと早く入ってマーズ行ったりとか、ちょっとこう前徹終わってもう一日いてとかでもね、いいかもしれないね。
そう、めっちゃ種類あるしね。まず美味しく、まずさ、美味しくて本当にびっくり、本当に美味しいの。私もね、今まで食べたチキンカツの中で一番美味しいです、まずさんのチキンカツ。今スピン、スピン、スピンだよ。そう、まずさんはあの量がめっちゃ多いんですよ。だからレディースのレギュ、レディースのミディアムサイズとかでも、めっちゃでかい。だから超小食な女子とかはレディースのキッズサイズでちょうどいいぐらい。本当にこれ冗談じゃないからね、これ冗談じゃないから、結構マジで。はい、けどまさともさんとか1キロのやつ食べたらしいですからね。そう、レギュラー普通のとは、普通とは言ってない、間違いない、やっぱ違いないのよ。うちらの普通ってくるから、レギュラーを調子乗ってレギュラー、通常のレギュラーだねっつって頼んだら、あのメガマックスみたいなやつが来るから本当にメガマックスみたいなの来るから気をつけて。でも本当にサービスが、サービス精神が本当に多いんですよ。レギュラー取れたらデザート食べれなくなったら注意、あんま違いないです。まあ食べれる方は食べれると思いますけどね。小宮くんはいつもレギュラー、いや本当に食べますよね。そう、あの明日香ぐらい食べるよって感じならレギュラーでもいいと思いますけど。ちなみに小宮明日香くんはですね、一蘭で3杯ぐらい余裕で、お、あのなんていうの、継ぎ足しちゃう人ですね。とんでもない、とんでもねえです。甘いの苦手は泣きながら食べることになっちゃう。甘いの苦手な方はね、結構甘すぎないパフェとかも結構あるので、甘いのあれなんですけど、でもパフェ食べたくて、なんか甘すぎないのありますかとかって言ってまずの方に聞いたら、こう結構これはこういう風でって多分説明してくださると思うよ。感激前に食べると大変なことになる。ああ、そうなんだ。まあね、感激後にお昼ご飯とかがちょうどいいかもしれないね。小宮さんどこにあんな量が入るんですか。いや間違いないですよ。まさともさんもですよ。まさともさん1キロのやつ食べたって言ってて、え、あれに、あれのどこに入るんでしょうかってね、びっくりですよ。リクエストしたパフェ食べたいのでリリースサイズにするんだ。エリースサイズも結構でかいから気をつけて。そう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 、リリースサイズで通常の定食屋さんのレギュラーですね、多分。ちょい、うん、そんぐらいかな多分。2月3日、前乗りするからまず行ける。3日は学校観劇満席で、ミサテス見られない中だね。あら、そうなの。あら、また見にお越しください。おいでやす。中村さん、竹蔵くんとひろしさん、山ちゃんだ。そうなんですよ。実はまさともさん、竹蔵役のまさともさんはですね、ちょうど1年、本当にちょうど1年前にあの共演してたんですよ。そうそう、キクちゃんの話ですよ今日は。明日いつ配信しようかなって感じだけど、うん、そうだね、そうなんですよね。キクちゃんはミサテツ見に行くね、ありがとう。初共演ですね、その違う舞台だと。楽しかったね、てっちゃんのところ。ルンデスとミルテツで少し変えられたような気がします。楽しかったね。日に日に、多分同じ日はないですね、セリフの言うやつで。セリフの言うやつ。セリフ言うので、同じやつは。割と、私はない。
でもタオルンバの時は本当にあの子もうやだみたいな感じの鉄なので、ちょっとてっちゃんっていう感じなんだけど、ミユの時はやだって感じだからてっちゃんって感じでやってましたえ、てっちゃんって感じでやってましたけど、あの日楽しかったねがあの舞台で一番好きなセリフだから、ミスターの演技見れてる。あ、いやー本当にいいですよね、あのセリフ本当だよね。しかもね、やっぱりマスク外したら映っちゃうけど、みんながマスクを外していくのがすごい素敵だな、演出だなって思った。私はそう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 、そうなのよ。キクちゃんはね、幕前の時は私は多分私おキクちゃんにどっちかというとてっちゃんとおキクちゃんだとおキクちゃん寄りの性格をしてるんですよね。だからおキクちゃんは多分こう自分の思いを言うのに緊張するだろうなとかで、緊張してるけどクマが来て、あ、熊次郎さんと思ってちょっと、あ、熊次郎さんだいつものってなるけど、やっぱり縁談のお話言わなきゃなって思って思い切って言っちゃって、自分もちょっと悲しくなっちゃうけど、熊が悲しこう悲しそうにしてるのを見て、あ、ダメだ、私熊次郎さんに、熊次郎さんに安心してほしいなっていうか、好きだからね、安心してほしいと思って笑顔で、我が友達の家はって言ってみたりだとか、ユンテツの時はちょっとお姉さん、ユンテツの時は同級生みたいに見えました。あ、そんなイメージです。そう、カバキシさん、トートシさん、ありがとうございます。テツとキクどっちが上、年上わかんないな、同い年ぐらいのイメージです。同じ役なのに演じる人であんなに印象変わるなんて、本当にそうですよ、本当にそう。ひと言ミスターの出てよかった、ありがとう。ドレッシーンはあの階層で、階層というかまあ病室でこうてっちゃんが亡くなって、でその時に見てる、あの日楽しかったねのおきくちゃんのセリフがスッと入って、そのあの日がこうてっちゃんの夢の中にこうふわーってなってるわけですよ。でそこにてっちゃんの夢の中だからこうおじさまも鷹の城も出てきて、みんな幸せハッピーシュッて終わるっていうね、いいですよ本当に。横内さん脚本好きです。私じゃあランキングを読みます。13位秀次郎さん、12位俊吾さん、11位ズーリンダルマさん、10位フロストさん、9位札幌直美さん、8位田所さん、7位ジョークスノーさん、6位ケンちゃんさん、5位ヨミーさん、2位さんのは4位石広さん、3位オムライスさん、2位エンチョさん、1位ベルちゃんカイトルさんでした。そうそうそう、あの日のあの日です。あの日の思い出をこうてっちゃんが見てるわけですよっていうやつね。1175人の皆さん、ちょっとでしたがありがとうございました。明日はちょっと何時するかなって感じですけど、よろしくお願いします。ドライグもありがとう、バイバーイ、おやすみー。